ペナンシティホールジョージタウンは、マレーシアのペナン州の州都である、ペナン島市の中心部地区である。所属する地方自治体は、1976年12月14日まで、ジョージタウン市であったが、地域がペナン島全体に広がり、現在はペナン島市という。州の行政区画としては、ティムルラート郡に属している。ジョージタウン地区の人口は約40万人。 近年は住宅、商店、ホテル、病院、観光庁などの都市基盤もしっかりしており、マレーシアでは首都クアラルンプールに次ぐ第二の都市となっている。また、ペナントはリゾート地であり、この地区が観光の拠点となっている。1786年、イギリス東インド会社が公益の拠点として入植し、港の整備を行った。マラッカ、シンガポールともに、 イギリスによるマレー支配である海峡植民地の一つとなった。地名はイギリスの当時の国王ジョージ4世にちなんだものである。1957年にマレーシアで最初の市となった。住民はカジンが多くを占め、古い佇まいや文化が残る。そこにマレー系、インド系が加わって互いに共存してきた多民族都市である。 世界遺産に登録されたジョージタウンの旧市街では、イギリス、中国、マレー、インドなどの文化が混じり合った街並みを見ることができる。港には、イギリス東インド会社が建設したコーンウォリス要塞が残っている。コムターという地上65階建て、円筒系の複合ビルが、街のランドマークとなっており、トウモロコシを思わせる形状から、コーンビルの属称もある。ホテル、 レストラン、ショッピングセンター、バスターミナルなどが入っている。街の中心部から車で40分ほどでビーチに着く。夜は屋台が並び、中華、マレー、村下と共に、その歴史的街並みが2008年にユネスコの世界遺産に登録され、マレーシアでは初の文化遺産となった。この世界遺産は世界遺産登録基準のうち以下の条件を満たし、 登録された。ありがとうございます。